フットワーク FA13 は、フットワークが1992年の F1、世界選手権3専用に開発し投入したフォーミュラ、ワンカー。デザイナーは、アラン・ジェンティンス、ミケーレ・アルボレートと、鈴木アグリがドライブした。シャーシは、フロントのデザインを一新し、ジョーダン191風の当初ナルーイングが、湾曲した、ハイノーズに変更した。 シーズン終盤にはこちらもジョーダンが先鞭をつけた前後、押し引き式のシーケンシャルマニュアルシフトを導入した。前年まで、ポルシェエ,エンジン、フォードエンジンを使用したチームは、今年度から無限、ホンダの V10 エンジンを使用することとなった。これは1989年から1991年まで、マクラーレン、ティレルが使用していたホンダエンジンを無限が引き継いだ、ものであった。 エンジンの信頼性は、ポルシェとは比較にならないくらい高まり、戦闘力も向上した。アルボレートは16戦中14戦を、完走、6ポイントを獲得した。アグリは、前年度のドライバーであるアレックス・カフィに合わせたという、シートモのコックを元にした車体での走行を強いられ、予選落ちが2度、リタイヤが5度とアルボレートに比べると信頼性に欠ける、結果であった。 チームの総獲得ポイントは6、コンストラクターズランキング7位でシーズンを終えた。シャーシエンジン1993年は、序盤2000に改良型の FA13 バイトが投入された。リアウィングの最大高を下げる規制に対して、翼端板を前方へ延長し、規制範囲外の位置にサブウィングを取り付けた。この手法は後に他チームも追随し、1993年のトレンドとなった。 鈴木と新加入のデレック・ワーウィックがドライブしたが、予選では、スクーデリア・イタリアに次ぐブービー賞を、ティレル020シーと競う苦しい性能で、初戦の南アフリカでは終盤に、ワーウィックが入賞の一歩手前まで検討するも、最終ラップで、スピン、第2戦ブラジルではワーウィックが9位、鈴木がリタイアとなっている。ありがとうございます。